それでは両チームの今日のスタメンをご紹介していきます。まずはホームチームのアルビレックス新潟、こちらは前節から5人変えました。ゴールキーパーは小島、ディフェンスは4バック右から藤原、田上、千葉、堀米、ダブルボランチは星と甲、2列目右から松田、高木、そして本間志音、ワントップに鈴木コーチ。今日は前線4人を丸ごと変えました。一方のモンテディオ山形、今日のスタメンご紹介していきます。ゴールキーパーは後藤です。ディフェンス4バック右から半田、山崎、野田、河合歩、ダブルボランチは藤田と小西、右に国部、左に加藤、ツートップデラトーレと河合シュートという形になっています。まあ、今日の田上センターバックの特徴かもしれませんね。はい、さあ右サイドボール出てきました。河合シュートのボールキープ、切り込んで左シュート、右から藤原、外に松田開いていますけれども、その松田を使う、後ろはこうです。本間、縦抜け出していった藤原の折り返し、グランダー、よくセーブしました後藤。中に鈴木浩二入っていました。差し込んでいくようなデラトーレへのパスでした。高木、よく落とした。さあここからどうするか、左サイド流れていった。高木前を向いて左を使った本間志音、中には鈴木浩二入っている、クロスが入って鈴木浩二、キーパーナイスセーブ、セカンド決めた、松田栄太郎、先制はアルビレックス新潟。鈴木浩二のポストプレーの起点から左へ展開なんですね。ここも早いタイミングでのクロスを選択した本間志音、そのボールにもよく鈴木浩二合わせたんですよ。はい、まあ、後藤もよく反応して1つ目はセーブしたんですけれども、また2人ともまた抜かれてるんですね最後。そうですね、このボール千葉が引き取って、で左に逃していきました。堀米から本間、本間仕掛ける、本間、堀米のクロス、グランダー、こうして右に流れていくが、高木に当たったボールからクロスだったんですけど、すごい速いボール、浮いたボール、ワンタッチで縦つける鈴木浩司、左広げて本間志音で外から回っていきます。堀米中入っていって中央渡した。さあここからどうするか、左シュート、鈴木浩司のシュートでした。ところで山形もテンポ上がってきたというようには見えるんですけどね。はい、近くの甲を使います。中央、本間、立てつける落としから本間志音、本間志音取り切りました。新潟中央から決めました。前節に続いてのゴール、先発起用に応えました。左サイドで崩し、今度は中で縦パスからのワンツー、ゆっくりとしたテンポでボールを動かしている、そのリズムになんかこう山形の選手も一緒に釣られてしまったのか、全体的になんか足が止まったようにも見えました。そして木戸も左サイドに入っています。本間から抜け出しの左足、うわ、ミートしなかったが、もう一度後藤も結構止めてます。2列目3列目から飛び出してくるのに対して少し山形がついていけてないんですよ。ボランチで生きる選手がいるんですかね。まあ、現状で今準備しているのは荒垣と鈴木邦友と山田拓実という3人です。まあ、国部は谷口と、もう隙あらばゴール前にすぐに迫っていきます新潟。伊藤亮太郎の右足、ファーサイドに5人ターゲットを固めている新潟。山形は基本的にはゾーンで守っています。キーパー出られない、ヘッド決まった、高見大地が決めました。少し後藤の前でブロックのような人を立てながら、水戸ですかね、いたのは、
鹿島ディフェンスと競りながらよくニアサイド抜きました。まあ見るとやっぱりフォアサイドのところが枚数足りてませんでしたね、山形のディフェンス。はい、先ほどゴールの田上は少しファーサイドゴールから遠い位置にいます。その田上も宮に来ますが、こぼれたボール狙っていきます。おお、左へそれましたが可能性のあるシュートになりました。左足狙ってきましたが、小西のボールはそのまま正面に行きました。高見から右へ長谷川へのパス。ここで試合終了の長い笛。これで17節から3節連続3対0の勝利、横浜 FC 水戸、そして今日の山形、上位を相手にしても強いアルビレックス新潟、3連勝を飾っています。